ヒゲとだるまで、ヒゲだるまです。本日はとある場所にやってきました。はい、早速行きましょう。どこですか？雑。俺と太一の中でそろそろこの撮影したいなっていうのが一つあって。あるね、うん、そろそろしたいなと思ってた時、原宿の竹下通りで、はい、出会いました。出会いました。本日は、はい、占いにやってきました。イエーイ。新宿占いラッキーキャットさん、そしてここにいらっしゃるのが、はい、占い師です。占い師です。原宿で会った時とは全然違いますね。そうですね、こういう感じでしたもんね。YouTube で、すごいインチキ占い師っていうなんかあれあるですよね。挨拶ここでした方がいいですか？せっかくなんで、はい、アップします。関西弁の常に招き猫を横に置いてるめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴、金田ロッキーです。イエーイ。猫を置いてる、どういうことですか？ヒカル君の協定見てくれた？あ、協定まだ見てないですよ。244万当てたかい。この招き猫こうって、はい、ほんまに協定連戦連勝してんで、あの話が来てこれ持っていかなあかんわ思って持っていったわけ。あげちんせんいうのがあるのよ。おげちんせん、うん、ヒカル君出てんねん、俺も出てんねん、招き猫屋さんも出てんねん。3人ともあげちん出てて、3人とも運気最高潮の時に3人集まったら、ヒカルは俺と猫のおかげで244万当てて、ヒカルと招き猫のおかげで俺はめっちゃ忙しくなって1年後にお店出せてんねん。俺とヒカルのおかげで招き猫バカ売れして3年待ちまで売れてん。三者三様でアゲチン3人集まって三者三様でウィンウィンウィンになってしまって、はいはいはい、あの裏側には実はそういうこと、はいはい、招き猫が。ほんでだからお店の名前もラッキーキャットにして、はいはい、はい、ほんでな、君らとの運命の出会いやねんけれども、これほんま運命やねん。そうっすね、うん、運命です。あんな1ヶ月ほど前に俺の視聴者さんがヒゲだるまかっこいいおもろいかなんか言うててん、ダンスもうまいしおもろいなと思ってインスタフォローして YouTube フォローして、俺がコンタクトしようかな思っとって。あ、本当ですか？でな、俺空手やってて、はい、空手道場渋谷なわけよ、はいはいはい、ほんで原宿行く予定なかったん。あ、なんか言ってましたよね、うん、ほんでな、いつも東郷神社、はい、あそこで空手の必勝祈願とか言ってて、年内の試合全部終わったから、はい、お礼参り行こう思って、あ、クレープも食いたいし、原宿で降りて竹下降りて行って、ほんなら君らがクレープ屋の前でなんか撮ってるからやな、ね、会いたいよ、もう撮ったら、はい、あそこで会えて、はい、びっくりするやろ。でちょっと占わへんって話させてもらって、はい、来年の運勢というか、はい、今どうなってるか手相で見させていただいて、先のこととかも分かります。最近の運気の流れとかタロットで、これ結構シャレならんかったりすんねん。結婚前提にお付き合いとか、え、誰かいるとか、これで出るからよ。あ、出てますね。実はとか言って言われて、ちょっと放送できないねみたいな。もしかしたら今日俺が放送できるかもわからん。せっかく2人なんで、うん、トータルしてどっちが運というか、うん、いいのか。なるほどね。まさか手相もそうだし、タロットも入れつつ、ね、うん、総合的にどっちがいいのかみたいな勝負しようや。はいはい。占い勝負しよう。でもまあ、占いは俺、あんま信じてないから。まあ、そうやって前振りしといていただく方が、まあ、いやいやいや、あるから面白い。今までも、終わる頃には俺の虜になる。そんなことないですよ。あいさん臭いおっさんですよ、全然。肘置いて、はいはい、手見せてください。わかったわかった。めっちゃよう似てんのわかる？え、ああ、でも確かに似てるこの緑の線。本当や。本当や。青で書いてる頭脳線。紫で書いてる生命線、はいはいはい、線の出方似てるやろ。俺も含めて3人似てんの分かる。ほんまや、思考回路一緒やねん。だから君ら合うねん。いやいやな、まずそうなんだよ。あんまりぶつかることないやろ。まあそうですね、そうやろ、そうやろ、そうやろ、同じようなことを俺もやってるやろ。出たがりやしな、うん、そうですね。まだ全盛期ちゃうで。生命線から縦にピュッピュッと伸びる線があるんですよ。生命線から縦に、これが俗に言うブレイク線、開運線。厳密にはもっと後やねん、数年後やねん。20後半30頭ぐらいからの数年間の方がもっと全盛期になる。もっと上目指せる。分かりやすく何歳でいて出てんのはこの人。占いは俺あんま信じてないから。あなたはそれは出てないねん。何歳ではブレイク出てないねんけれども、はい、このメインの線以外はあんまり出てないから、こういうタイプって一回は世に出ます。あとはあなた次第。調子乗らんこと、ちゃんと努力重ねていくこと、30前半のこの人のに乗っとけばいいわけやから、一緒にずっとやっとって、あんな二人ともそうやねん。うわ、すごいな。親指の関節が目の形になる仏眼、
手のひらの真ん中にこうバッテンが出んねん。神秘十字線仏眼っていうねん。それ二人とも両手に出てるダブル仏眼。めちゃかっこいいじゃん。輪廻眼みたいな。ダブル仏眼。すっげえ。神秘十字仏眼出てるんで本当にアゲチン強くなってますので、あなたたちが女性グループプロデュースしたりな、そんなんも面白いかもわからないし、ダンサーやらすんかアイドルやらすんか知らんけど、君らと絡んだ人らが全部上がるから、最高やん。ヒカルもこんなんで、小ヤッキーもこんなん。ヒカル出たおかげでちょっとバズって、小ヤッキー出たおかげでまたバズって、君らのパワーをいただいてね。僕らまだまだすけどね。お客さん待ってます。小指の下のこういう横線でな、何歳で結婚したらええわ。例えば25歳の線がぐー下がってたり割れてたり、25歳でちょっと嫌な思いする、あるいは25歳までは恋愛運がちょっと悪いってこと、いい恋愛運っていうのはまっすぐかちょっと上向いてるかや。めっちゃ長いのが出てたら玉残しやね。男で出てたら逆玉線、ここがちょっと悪いやろ、下がってるやろ、あんたの場合逆に下がってますね。今頃ええねん。いい線出てる時に出会った人とすぐ結婚、彼女いるんやったらそのいい線出てる時に結婚、それか今出会って数年付き合って結婚もいいから、誰にしようかな。あんた今頃何人かいる話かと。今頃いい線でな、エロいのがこの人の方がエロいんです。エロいのが、ね、エロ線ですか。意外とド S か。S っすよね、この人。 M っすよ。 M ほらほらほら、こっちが S しか出てない。バリエメス、これこれバリエメスこっちからの線が S やね、こっちからが M やね、繋がってるのはもうほんまや、もうスーパードスキベやこいつ。ドスキベですよこれは。ド S とかじゃなくてドスキベなんですか。はい、両方もこうこうしっかりこう三日月みたいなのが出てます。はい、あなたの色気にも通じますし、はい、あのエロいこといっぱいしてください。そっちの方が運気上がるとですか。上がります。ほんでほんでほんで、あのアゲマン出てるお姉ちゃん見つけて、エロい部分が俺もっと出た方がええと思う。恋愛線が悪い分、エロい部分欠如してるんで、無理してでもね、いろいろやってください。どういうことや。ほんでな、夜意外と攻めた方が、M なん攻められる方が好きなの。そうなんすよね。ほんま。そこはね、やっぱり、ね。あ、でも、どっちも、ガーはいけないですけど、うん、別に女の子をしてあげることが嫌いでとかじゃないですよ。そっちも好きっす。うん。相当 S を打ち出していった方が楽しい思う。二人とも人差し指にして縦線がピュー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 と出てんのは、お子ちゃま。お子ちゃま、こんな仕事する人はもうお子ちゃま線出てないとダメです。まあでも手相なんかめちゃくちゃいいっていうわけでもない。うん、なさそう。なんかちょこちょこいいみたいな感じですか。あんな分かりやすくどっちが売れるって言われた、確実に30頭でこの人が数年間全盛期来るからこの人って言うねんけど、はい、表ではって感じですよね。そう、それの話を、うん、はい、うん、はい、そんな感じですので、まあじゃあ現段階の手相はまあ太一くんの勝利ということで、はい、ただまあもうこう出会ってるいうこと自体がやっぱりすごいから、はい、まあまあまあそうですね。ヨホホーヨホホー。タロットで最近の運気の流れ一応全体運として出しますけれども、はい、あなたの一番気にしてることが出ます。恋愛気にしてたら恋愛が出るし、仕事気にしてたら仕事が出る。うわ、俺タロットとか初めて見るわ。いや俺も初めてやるかもしれない。運命の分かれ道、ハンドバー。君はあれか、ラテンの血は入ってんのか。入ってないです、僕は純日本人です。はい、あんな、でもな、似ているかも。え、最後がなんか怖い。最後が怖い。ちょっと自分本位じゃないねんけれども、はい、太陽さんさんで成り立ってんねん。もっとこうやりたい、ああやりたある。僕はもうその、約裏のことをやりたいっていうのもあるんで、あでも表がないと裏もできないっていうのは分かってるんで、うん、表もやりながら、うん、本当はなんかこう僕がいろいろこうこれやろうあれやろう決めるんですけど、うん、本当はそういうリーダーポジションみたいなのあんまやりたくないですよね。あ、そうなんだ。うん、でこれがお金がまだそこまでか。全然潤ってはいますけど、うん、理想としてるところで言ったら全然そう。それはもうな、イカルコヤッキとかな、はい、えぐいもんな、はい、あの辺はな。これもな、月もな、はい、暗いカードええって言うたけど、はい、こう出てる方が暗いの夜がもうちょい続くやね、はい、逆の方がそこまでじゃない、そうなん。これで回ってんねんけれども、こうしたいああしたいもあるやろうし、うん、みたいな感じ。俺の方はまあ仕事って感じ。これはこれ多分仕事やわ。こういう時は恋愛って別に、はい、僕はそろそろ結婚相手を見つけなきゃいけないですからね。レディゴー、レディゴー。ちょっとなんか恋愛っぽくなってきた。あれ恋愛や、めちゃくちゃ恋愛や。それでどうしようってなってやっぱり違うかなのか、すごい完全にドンピシャ。ドンピシャ話されてる。そうなんですか。はい、難しいね、恋愛って。
すごい。じゃあ太一の仕事だけ。俺の仕事よ。成功してくれ。ロッキーさんおいくつですか？55。おお、経験っすね。55っすね。じゃんけんぽんゴーですか？え、何それ？わからんかった。多分ジェネレーションジュッキー。TikTok 流行ってたよ、去年。え、何すか？何すか？ヒロミゴーさんが歌ってた歌よ。え？じゃんけんぽんゴー！じゃんけんぽんゴー。あの人が TikTok でバズらそうで、じゃんけんぽんゴーとか言ってみんなで踊ってやってたけど、あんまバズらへんから。年上の方からしたら、ゴーヒロミやってると思うかもしれないけど、俺らからしたら、その多分、ゴーヒロミ。そうですね。大丈夫？待って、ゴーヒロミの要素入っちゃう。もう一回、もう一回やります。ヒロミソって。大地くん、大地くん仕事、大地くん仕事。運命の分かれ道。これ仕事としては最高のカードや。最高。うん。位の2つ出てるから、仕事成り立ってて太陽は3、3年。ただ太陽と真逆のカードも出てるね。ちょっと気に入らんいう部分も二つ出てて、自分のやりたいことこだわりたいのかもわからん。ほんでな、バランス取れない二つ三つをいらんもの切った方がええんかもわからん。そんなんある？今ね、D リーグのプロダンサーをやってるんですよ。選手として今やってるんですけど、それを今期で終わらそうとは思ってて、こっちが本当に忙しくなってきてるから。ああ、なるほど。欲的には分かりやすく、ステージに立って人前でパフォーマンスが好きだから、やめたくはないけどっていう感じなんですよ。正直、どっちにも脳を使えないタイプなんで、最近はずっとパンク状態。そのおでこの3つのニキビはストレスです。もう最近たっぷりですからね。でもほんまそうかも。とりあえず6月まではやらなきゃいけないんですけど、本当はやっぱ全力を出したいですけど。君ら人気出てきたらな。君らのまたなんかステージやったらやったり、うん、まあそうですね。いいし、ゲストも入れつつ、はい、D リーグでこだわらんでも、うん、最後ちょっとなんか結果出せたらいいよな。はい、そう、私優勝して終われたらいいなとは思うんですね。ちょっとそんな感じ。ヒゲだるまとして来年の運勢を占うとかもできるんですか、そのタロットで。やってみようか。そんなことできます？ヒゲだるまとして見たのか。そこが来年がめっちゃ不安なんですよね。そうね。今年はめちゃくちゃ良かったなと思うんですけど、来年落ちる可能性は全然あると思ってるんで、本当に来年乗り切れるかみたいな。そうね。俺からしてみりゃな、新しいスタイルやと思う。ヒカル君もみんな集まってワイワイガヤガヤやめてやろ。一時はあの流れやろ。で、次どんなんが来るんやろうみたいな感じで、こんなんが来だしてるから。ほんでな、同じような青や赤の髪が集まってワイワイガヤガヤやってた、なんかアホなことやってんのが流行っとってんか。一気におらんようになったやろ。時代の流れが終わったらな。じゃあこれがね、ヒゲだるまのこれからのね、ヒゲだるまの運勢よ。いかに。ヒゲだるま来年どうなりますか。おぉ、逆だよね。逆？トラブルの逆。いまいち分かってないような見方が。希望見えてきてモチベーションは上がるねんけど、甘え捨てて出ないとブレーキかかるでやわ。これ悪魔と天使支え合えてんね。天使はもっと頑張んなきゃダメだよ、うん、悪魔はもうこれでいいよって言ってんね、うん、でもそれじゃあかんねん。甘えとったらあかんし、もっと新しいこと考えてね。そう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 、いろいろやらなあかんしって感じやわ。あれ来年の、まあ別に、そんな、あれ別に甘えだけ断ち切って、はい、調子乗らずに、別にそんな感じ。近距離に頑張っていきましょうってことですね。はいはいはい、はい、ちょっと不安になっていい。でも逆に良かったかもね。これでそのままでいいよってよりかは、お前ら絶対成功するよって言われてたね。慎重に行った方がいいよっていうね、はい、まあ実際そうだと思うし、多分、頑張れよ。なるほど、ありがとうございます。気を抜くなんてことですね、うん、どうですかこのトータルして俺と太一なんかどっちがいいとかあります？その分かりやすいこっちや。どっちかって言ったら太一の方がいいって感じだね。俺の勝ちや。俺についてこい。そうすれば全てうまくいくぜ。じゃあまあ初めてのね、占い撮影面白いね。おもろいね。なんかことが起こった方が俺もその先で占いますので、恋愛にしても新しい人が現れてんとか、この人ダメになってんとかね。なるほどね。あのヒゲだるまが炎上したら来るとかね。ああ、なるほど。来年も謙虚に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ロッキーさんの連絡先は概要欄から。はい、概要欄に貼っておきますね。よろしく。ぜひロッキー。ということで今回の動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみ。それじゃ、バイ。
いや、大地、晴れたな。あ、晴れた。何食う？何食う？まあ、韓国料理かな。何食うか。何食うか。結果、3人で、3人で飯食ってるところだと思ってね。若いなぁ。若いなぁ。いや、マジ若いっすね、ロッキー。マジ若い。ロッキー呼びさん。ロッキー呼びさん。乗り出したらみんな、ヒゲだるまちゃん。ヒゲだるまちゃん。カメラ構えちゃうと、なんかこう、そうなるっすね。3人目のヒゲだるま。いや、この並び結構面白いけど、おもろいなぁ。外で。うるせえなぁ。